横浜 d n a のドラフト1位ルーキーの渡来高照外野手21が16日出場選手登録を抹消された。プロ入り後初の2軍調整となる。渡来はオープン戦で史上2人目となる新人選手での首位打者を獲得。1番右翼で開幕スタメンを勝ち取りセリーグの新人では初めて開幕から2試合連続本塁打を記録した。 初めて8番で起用された4月26日の巨人戦、横浜では球団初の満塁弾を放つなど鮮烈なデビューを飾った。一方で守備に課題を残した。5月に入ってからはスタメンを外れる試合も増え、直近2試合は出場なし。ここまで31試合に出場し、打率2割3分1厘、3本塁打、11打点だった。